お前この野郎、てめえの家によ、ポンポンっつって。なんすか、こうやって配信回しながら言ってやるよ。おい、面見せろ、この野郎、小僧、この野郎ら。ああ、クソ、虐待の話に逃げようとしてんだよ。話変えんなよ。今そういう話してねえんだよ。おい、なんだよお前ら、ぶっちゃったの。お前、佐野はもう捨てるもんねえかんな。今捨て身の佐野だから、お前気をつけろ。お前こんなの、あ、ぶっちもいねえしよな、店だってよ、どうなっかわかんねえし。な？なんでこの野郎。おい、聞いてんだよ。なんで静かになってんだよ、お前らよ。さっきまでの勢いなくなっちゃったね。面白くねえな。なんだよ。ぶるっちゃったのかよ。うるせえんだったら音消せ、この野郎。おい、なに、部長の話はもう終わりだから、終わってんだよ。おい、どうすんだよ、佐野のことよ。どこまで読んだよ、クソみてえよ、腹くくってねえ野郎がよ。ああ、俺腹くくってっかんな、なるわ。やれや、早くや。文句あんだったらな、文句ねえんだったらいいよ。文句あんだったら、言ってこいよ。ああ？また謝るくせに、もう謝んねえよ。全力で行くからね、俺。おい、全力で行ったんだよ、この野郎。あんま舐めてんじゃねえぞ、この野郎。おい、おぶるっちゃってんだ。行ってやるよって言うと、誰もいねえじゃん。なになに？ああ、行ってやるよはないな。なんだ、来ねえのかよ。つまんねえな。つらさらしてよ。晒し者にしてやんのによ。おい、てめえどこ住んでんだよって。昔いたよな、俺んちにな、リア突してな。車のナンバーお前映してよ。それだけ勘弁してください、勘弁してください。ああ、大学辞めたらしいぜ、あいつ。うん。調子乗ってよ。来やがってよ。ああ、さらしてやっからや。身バレもんよ、覚悟で来いよ、この野郎。おい、東海大学のよ、山梨ボーイよ、なめてんのかよ。ああ、いや、俺は文句はないよ。てめえらが文句あんだから東京来いよとかおかしいだろ。行かねえよ、バーカ、おめえみてえなののために。らしい話やねえ、山梨のお前東海大学ボーイ、大学辞めちゃったじゃねえかよ。泣き入れて土下座してたよ。ナンバーだけは映さないでください、マーチ君な。これはお前の車だろ、山梨ナンバーのよ。違います、違います。じゃあ映したっていいじゃねえか、この野郎。おめえや、佐野なんかちょろいとか言ってよ、お前俺んちリア突起してな、放送しながらな、めくってやったらもう泣きだから、泣きどけだから。よろしくね。いいよ、逃げるが、だって逃げる場所はねえじゃん。俺、どこ逃げんの俺。なあ、なんか話あんだったら聞いてやるよ。ああ。
いや、リッキーは俺がタップ取ってるから。立川で。ああ。俺ボコられてねえし、リッキー足引きずって帰ってスーツ破けたから、スーツな、俺に弁償しろって言うから、寝言は寝てから言ってくれよで終わったから。ああな、藤原な。ああ。吉祥寺の藤原な。あいつ生きてんの死んでんじゃねえ、あいつ自殺したっていう話は俺聞いたんだけど。なあ、死んだらしいぜ。自殺だってよ。ああ。はあ。インターネットの闇だね。死ぬやつ多いから。ああ。俺みてえによ、ずずしく生きてるやつが、お前ら最高だろ。ああ、配信者だよ、おめえよ。なあ、死んでんの何人いんだよ。バカだから。やるなよ。お前ら向いてねえんだよ、ネットによ。バカがよ。そう思わねえ？向いてねえからやるな。俺ぐらいな、鋼のハートがねえやつはやんねんわいって。ああ。ちょこっとディスられたぐらいでよ、泣き入れて自殺とかよ、バカじゃねえの。やんなよ。ああ、俺なんか死なねえよ。俺は死なねえから。自死は死ねえ。それはお前体とか、体悪くなったら、あ、いや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 、俺もうやべえかなとか、いや、あるかもしんないかよ。よくやねえな。おい。お帰りぐらい言えねえのかよ。だろ？きちっとやれよ、お前は。おい、お帰りありがとう。言ってくれて。ありがとうございます。だから、自死はダメだって言ってんだよ、俺は。な、そこはな、俺は、なんだろう。変なよ、本とか売ってんだよ。自死を美化するような本とか、あるだろ、お前ら。見たことあるだろ。俺さ、これ、ダメな本だよね。俺はそう思う。なんか、死んだら次の世界があるみたいなさ、寝言みたいなこと書いてる本とかあるじゃん。お前よ、読めちゃかんよ。なんだか知んねえけどよ、宗教かかってんの。あ、ないから。死んだら終わり。ゼロ。ゼロ。もがいても生きろ。いや、丹波哲郎にはなってないから死ぬなって言ってんの。死後の世界なんかねえんだよ。バカや。もうしたら終わりなんだよ。だからお前らは、お前らの中でなんかちょっと心に苦しいことあったりすることあるけど、それをどうにか自分の中で解消する術をまず見つけろよ。で、見つけれなかったら相談できる人を見つけろ。自分で、なんだろう、解消できないときは、必ず近所に置いときな、そういう人。な。